日は終了しました。残念、終了してた。また来ます、また来ます。いいえ、さっきの店閉まってたから2軒目に行きます。開いてますように。開いてた、開いてた、よかった、開いてました。どれにしよう。でもやっぱりこれやな。ましたホルモンうどん、はい、これが何それ、人のも待ってた、焼きそば、美味しそう。なんかあの人のもん見たらめっちゃ美味しそうそんな感じだよな。ではあっちゃんはこれをいただきます。ちょっと一ではいただきます、いただきます。今日は早かったからいいんだ。おいしい。これもおいしい。あっさりしてる。なんかおいしい。めっちゃホルモン入ってる。ゆっくりいただきます。やっぱり岡山に来たらホルモン、めっちゃ美味しかった、大満足。今から歌うねんけど大丈夫かな。満腹チーン、頑張って歌います。お部屋に着きましたけど、はい、はいはい、すいません、はい、飲んでください。お疲れ様です。お疲れです。何その氷、飲んでください。氷何、え、差し入れです。 こんなに飲めってか、はい、ええー、いけるでしょ。まあ京都明日やから氷は溶けるけど、その氷入れすぎちゃう。大丈夫、頭冷やしてもんだ。何今日しくじった。な、いや歌詞間違えてないし大丈夫やと思うけど、ほんまにもお腹冷やしてもんともいいし、らしいわ。あのお腹冷やしてもいいから、ほんなこれプレゼント、マネージャーからのプレゼント、てかプレゼントというかその辺あのただの氷じゃん。ホテルの氷こんだけ飲む、そんだけ飲むかな。はい、はい、もう溶けるで。はい、お礼として、じゃあいただきます。じゃあ明日またよろしくお願いします。はい、ありがとう。バイバイ、明日もよろしく。長原さんがやっぱ森の氷を届けてくれたので、お部屋で一杯飲んでから寝ようか。明日も朝早いし、明日朝ごはんは何時ぐらいだ、半ぐらい食べて、でまた新見に、移動します。では乾杯。これ飲んで寝るわな。おやすみ、また明日な。